トルテカ父チチメカシに見えるチコモストクチコモストクとは、アステカ神話において、ナワ族の先祖が滞在していたとされる七つの洞窟のある伝説上の土地。伝承によっては、人類創造の地とされることもある。チコモストクという語は、ナワトル語のシカム七、おぞとうと、洞窟、シー場所から構成され、文字通りには、七つの洞窟の土地を意味する。ただし伝承によっては、 洞窟の数を一つとするものもある。伝説によれば、縄族の祖先は、源の里であるアストランを去った後に、チコモストクに滞在した。チコモストクには七つの洞窟があり、それぞれに異なる部族が住んだ。ただし、七つの部族の名前は文献によって大きく異なり、すべての伝承を合わせると17以上の部族になってしまう。各部族は別々に、 チコモス徳を離れて、中央メキシコへの移動を開始したが、メシカは最後に移動した。なお、文献によっては、アストランの中にチコモス徳があるとするもの、チコモス徳の別名がアストランであるとするものもある。15世紀半ばのアステカ皇帝モテクソマ一世は、新館にチコモス徳を探させ、コアトリクエがまだ生きていることを知ったという。16世紀のトルテカ父メカ氏では、 七つの洞窟を持つ山が稲妻によって砕かれて、そこから人間が生まれたとする。また、高マヤのキチェ族の伝説を記した、ポポルブフでは七つの洞窟のある地で、神々は四人の男と四人の女を創造し、キチ族の祖先を含むすべての人類はこの四体の男女の子孫であるとする。キチ族の祖先は七つの洞窟で彼らの神である、と昼を得た。十八世紀には、 チコモストクを現実の場所と仮定して、その位置を探す試みが行われた。しかし、おそらく政治的な支配を正当化するための架空の土地であり、現実の場所ではないと考えられる。1971年、テオティワカンの太陽のピラミッドの下に洞窟が発見され、その構造がトルテカチチメカシに記すチコモストクに一致した。ありがとうございます。